人気お笑い芸人山里亮太と結婚。 日本の美人トップ女優とブサイク芸人の突然の結婚発表が世間を驚かせた女優の青井マサ33がお笑い芸人の山里亮太42と交際2ヶ月で結婚を発表したのだ。NHK や朝日新聞などが5日に報道したところによると、二人は3日に婚姻届を提出し、所属事務所を通じて結婚を発表したという青井マはリリシュシュの全て2001年、花とアリス3年など数多くの映画に出演、主役も務めている 人気女優だ8年にはオムニバス映画 TOKYO。 で、韓国のポンジェの監督が手掛けたシェイキング東京に出演した最近もドラマ先に生まれただけの僕17年に出演するなど活躍している釜山国際映画祭に出席したこともあり韓国にもファンが多いいつかは韓国でも青いマサルの名前がリアルタイム検索ワードで上位に入った山里亮太は漫才コンビ南海キャンディーズのツッコミ担当でバラエティ番組などで活躍している南海キャンディーズのボケ担当山崎静が映画フラガー 6年で青井勝と共演して仲が良く山里両太に紹介したことから二人の交際が始まったとのことだ。